今世界も注目するホットエンターテインメント。番組ではアジアの音楽、映画、テレビのホットな最新情報をお届けします。今回注目するのはタイのミュージックシーン。タイの音楽事情を知るには欠かせない4組のアーティストがいます。まずはタイのロックスター、今年で30周年を迎えるカラバオ。日本で言えば矢沢永吉さん。続いてバラードが定評のロックバンドボディースラム。エモーショナルなサウンドが特徴でタイのミスチル的存在。タイポップ界のディーバ、ダ・エンドルフィン。女の子たちがカラオケで必ず歌うという彼女の曲、まさにタイの安室奈美恵さんです。そしてタイのヒップホップ界のキング、タイタニアム。その人気ぶりは日本でいうエグザイル。今回はこのタイタニアムをピックアップ。実は日本でもライブを行ったことがある彼ら。昨年リリースした最新曲の PV は渋谷と横浜をメインロケ地に制作したそうです。ヤッパーとはファッションだけのラッパーのこと。そいつらと違って俺たちはゼロから成り上がったというメッセージが込められています。タイタニアムをニューヨークで結成し、タイの音楽シーンにヒップホップを根付かせた彼らならではのリリックが表現されています。実はタイタニアムはヒップホップの枠を超えてタイの豪華トップアーティストたちと共演しているんです。まずはタイロック界の重鎮カラバオが参加したタイ国民に捧げる応援ソング、スーコファ。国民みんなで力を合わせていい国にしていこう、そんなナショナリズムを刺激するこの曲は様々な音楽チャンネルでヘビーローテーションされ大ヒットしました。そしてタイの安室奈美恵ことダ・エンドルフィンと歌ったマハナコン。タイトルの意味は首都バンコクの古い呼び方、日本で言うなら曲名は江戸です。
นครเมืองแห่งสวรรค์สยามสาทรคือเมืองในฝันเมืองไทยเมืองยิ้มนั่นแหละคือคำขวัญเมืองเทพเมืองทองพระอัศจรรย์ไม่มีใครมาแย่งรักเราจากมันสีลมสวนลุ่มนั่นคือความผูกพันสยามสามย่านที่เราเคยเจอกันสุขุมวิททองหล่อ That's right we having fun ลาดพร้าวรัชดาโอนทั่วแทบทุกวันข่าวสารสนามหลวงคือใครประชาธิปไตยและดำเนินเมืองที่คนเดินที่ทรงชัยกรุงเทพรัตนโกสินทร์นั่นอยู่ในใจจะที่ไหนถ้าจะไปก็คิดถึงแต่เมืองไทยรักคุณเท่าฟ้าไม่มีใครจะเทียบเท่า All day all night จะยืนขึ้นสรรเสริญแดนไฟกรุงเทพมหานครこの曲にはこんなメッセージが込められています。東南アジア最大の都市バンコクは夢の詰まった街。We love Bangkok City。いやあ、暑いですね。続いてタイのグレーとも言われるクラッシュのボーカルバンクと共演し大ヒットしたラブソングロングルイ若者のみならず幅広く支持されるタイタニアムは今年で10周年来年にはインターナショナルアルバムのリリースも予定しているそうですลองให้เรามาชิมและแสนสะท้านเธอเหมือนจานเด็ดที่แสนเผ็ดเผ็ดแค่ไหนก็จะกินกินให้เสร็จเธอน่ะปวดเสน่ห์สเต็มเม็ดเราเองแหละที่ไม่เข็ดเพราะฉะนั้นอย่าไปฉันลงแหละทุกอย่างที่อยากคิดอยู่ฉันไปฉันลงแหละอยากจะกอดจะกลืนทั้งกายจนนาทีสุดท้ายไปฉันลงแหละใจมันยังทุรนทุรายอยากจะกอด